上がオス、下がメス。台湾モンシロ蝶は、蝶目ョ蝶科に属する蝶の一種。モンシロ蝶とよく似た小中型の白い蝶。モンシロ蝶よりやや小さく、前肢の黒縁は大きく、甲子前縁にも黒縁を持つ。キャベツを主に食べるモンシロと違い、食草の制約から、林園や渓流沿いに多散する。放火性は強い。補草蝶は、 朝鮮海峡成立後に半島南端まで勢力を伸ばしたため、趣味者によるゲリラっパな市長が行われるまで日本には分布していなかったが、本種はそれと同様に、対馬までは到達したものの本土に来ることができず、対馬でとどまった。日本ではほとんど生育しない、花なずなのほか種付け花、大種付け花、犬ガラシ、道端ガラシなど、作物種以外を植草としているため、 流通作物に付随した人為的な本土侵入もなかったものと考えられている。1990年頃、南方から与那国島にも侵入した。両者で形態差があり、それぞれ足として分けられている。3月から10月にかけて年後6回発生。越冬隊はさなぎ、津島及び与那国島。国外では台湾の他中国大陸、朝鮮半島。 シンガポールにも移入した。ありがとうございます。